はい、さあ豊さん、はい、松中選手以来の三冠王が三冠王、ね、三冠王ですよ。あ、出るかもしれない。見たいな。見たいですね。ちょっと時間空いてますからね、松中からな。はい、というのもヤクルトの村上選手が今年三冠王行くんじゃないかと。可能性あるな。はい、で今7月9日現在なんですけれども、はい、村上選手ホームラン29本、はい、セリーグトップ、はい、打点79、はい、これもトップ、トップ、はい、そして率なんですけれども打率は今現在5位です、はい、3割飛んで7厘、2位まで行ったけどね。そうなんですね。佐野がトップの時に2位に行ったんだよ、はいはい、でも2人とも落ちちゃったんだよ。じゃあ宮崎は上がってそう今トップ宮崎選手なんですよ。 そうだね、そうなんですよ、はい、ということでいい位置にはいる。で実は他にもあと2人可能性があるんじゃないかってささやかれてる選手がいるんです。ほ、同じセリーグでは、はい、DeNA の牧選手。あ、牧な、はい、ホームランが現在16本、これ6位です。16本だろ。そうです。あの村上が29本打ってるだろ、はい、ちょっと苦しいな、はい、打点、はい、現在4位、54打点、はい、打率現在10位なんですよ。ちょっと落ちちゃったんですね、はい、2割8分2厘、はいはい、でもう一人パリーグです、はい、山川選手です。西武の、ホームラン現在トップです、26本、はい、打点こちらもトップです、53、はい、で、はい、打率現在5位、2割8分3厘、はい、山川選手も実はパリーグでいい位置につけてるんですよ、ね。まあそうだな、はい、あのね、だいたいね、これ三冠を取った松中に聞くと、はい、ホームランと打点っていうのはセットになってると。なるほど。だからどっちが取れればどっちかも絶対可能性はあるし、はい、取れるチャンスは大きくあるって、はい、だからセットとして考えてもらっておけばいいと。なるほど。まあ、例えばその村上がホームランを29本で、はい、まあ、打点もトップでしょ、はい、この2冠というのは今独走状態じゃない、はい、でこれはセットであるからそんなに考える必要はない、うん、難しいのは率だって。で率はやっぱこう上下するから。そうですよね。で打点とそのホームランというのはとどまるから。確かに下がりはしない、下がりはしないから、だからそれセットで考えとけばいいと、うん、だから村上の二冠は硬いんじゃないかっては言ってた、まあ、松中がね。あ、そうなんですね。まあ、俺もそう思うけど、はい、で、まあ、一気に話したよね、はい、それはなかなかね、うん、一気に話されて牧なんか16でしょ今、はい、そうですね。何本差よ。13本差です。そうだろ、はい、13本って結構あるぞお前。ちょっとこっから夏場当たるよ。いや本当にちょっときついですかねこの操作。ただね、はい、その打者の後に打つバッターが大切だって言ってたね、はい、その例えば青木が打ったりだとか、はい、オスナが打ったりだとかしてるけども、うん、ここの状態にもよるって言ってたよ。三冠を取るにはね。それはで松中が感謝してるのは城島がいてくれたっていうんだよ、うん、後ろに。後ろに三冠を目指してる人の後ろが誰なんだっていうことがものすごく重要だという。例えばそれは後ろによっては歩かされてしまうとか。そうそうそう、勝負を避けられるとか、より厳しいところに来るとか、はい、だから王さんが取った時も長嶋さんが来たという最強の後ろのバッターだよね、はい、で松中の時は城島がいてくれたっていう、はい、だからそれにもよる。なるほど、後ろの選手が。そうそうそう、なるほどってこと。そういうことなんですね。だからそういう意味では、まあ、青木はもうテクニシャンだしさ、うん、村上を勝負下げてもその時なんとかしてるしね、はい、今のところ、うん、でオスナもやっぱり嫌だしさ当たってると、はい、うん、だからそういう意味ではいい感じでは進んでるよね。ただ村上の前に塩見がホームランを打つ、はい、山田がホームランを打つ余計な選手がいる。まあ、余計っていうか、なんか流れは作ってきてくれるんだけど、うん、そこの2人が重なっていく可能性があるんだよ。で前にたまらない、みたいな。そうなんですよ、うん、だけど満塁今年4本ぐらい打ってるのかな。結構打ってますね。ああ、はい、だからそういうチャンスも作ってくれるわけよ。だから前の選手はいいんだけど、やっぱ村上の後ろ、はい、ヤクルト その1番塩見、山崎、山田っていうのは最強だよね、あそこね。いやそうですよ、村上につなぐにはね、素敵ですよね、うん、そう。だからそういう意味ではすごくチャンスは、はい、率です。率ね、はい、率はね、これからね、佐野もちょっと上がってくると思うし、はい、まあ、宮崎っていうのは首位打者も取ってるしね。そうなんです。で1回取ってる人間っていうのは取り方知ってるよ、よく。そうなんですね。よく知ってる。だからもう宮崎なんかも、はい、なかなかこれから落ちてこないと思う。あ、そう、一回トップに立ったら、はい、うん、そこを抜けていかなきゃいけない。そうなんですよ。それもホームラン打点気にしながら。これどうしたら一緒に率も上がってくれるんですかね。いや打つしかないよな。
打つしかない。ただ、うん、俺は率を残すバッターだったんだけど、はい、例えば4打席5打席あったら、うん、必ず1個のフォアボールを取りたいよね、はい、で打席を少なくして、うん、そういう努力、例えば1本打ったら必ず 3-1 にしとくとかさ、そしたら3割3分3厘でしょ、はい、4-1 だと落ちちゃうから。あ、なるほど。あ、だからフォアボール1個だとか、はい、犠牲フライ打てるところは確実に打つとか、はい、まあ、打席は減らないけど打数を減らしていくと。あ、って考えたら、でも村上選手、例えばフォアボールを取ったりとか。あ、もちろんもちろん、はい、だから、まあ、今日あノーヒットだった、うんうん、でも終わってみたら、あ、2打数ノーヒットか、うん、2つフォアボール取ってるじゃんみたいな、うん、で次の日パーンと1打席目打てば3の1になるわけだから、ね、そういうことも含めながらやっていかないと率は残らないよ。村上選手って性格的にそういうことも考えながら、いや、これは、あ、村上は打席を大切にするよ、うん、見てるといい加減に打席に立ったっていう姿一度も見たことない、はい、まあ、例えばゲームが決まってて最後の打席回ってくるとするじゃん、うん、まあいいや、ここはもうホームランだけ狙っとけっていう打席は見たことない。そのホームラン狙うにしてもしっかり狙ってるよ、はい、そういう大切さをこう持ってる子だけに、うん、まあ、三冠王っていうのは可能性はあるよね。ありますよね。あるある。ただ村上選手ちょっと7月がホームランがね、なかなかというか、ね、そら、はい、お前文句言うなお前29本打ってんだぞお前。いや、6月がすごかったから。まあ欲があるよな。欲がある。6月がね、あれだけ打ってたんでっていうのもね。いやー、そらね、マークもされるしね、疲れてくるよ。そうです、ね、打てば疲れが残る。これなぜかというとランナーに出なきゃいけないし、体力使いますもんね。打ったら疲れる、はい、打たなかったら体力は残るけどストレスは溜まる、はい、だからもうそういうことで戦ってるから、はい、でも村上はどちらかというとストレスを溜めないタイプだし、うん、ね、体力もありそうなんで、はい、三冠王は十分可能性があるし、はい、まあ、三冠王の確率っていうのは 10% 20% だと思うんだよ言っても、はい、でも村上は40ぐらいは持ってると思う。そんなに、うん、お、だからこの打率の部分で最後の難関、うん、ここをクリアしてくるんじゃないかと。クリアすると思うよ。すごいことですね、それ本当に。いや、すごいよ。まあ、それには5番、はい、うん、勝負をしてくれないと困るし、はい、ね、だから5番バッターが大事だという。そうなってきますね、ヤクルトの5番が。なってくる、そうですね。で、ちょっと牧選手はちょっと弱いかなっていうところが。いや、牧も非常に状態がいい時があって、はい、あ、でも将来的には三冠王いけそうな感じがするなっていう感じ方はしてたんだよね、うん、でも今年じゃあそうなのかっていうと、うん、今年はちょっと無理かもね。厳しいですかね、うん、で、パ・リーグ山川選手はどうですか。いや、これはね、打点とホームランは多分いくと思うよ、はい、うん、だけどやっぱり率だな。今率5位なんですよね。2割8分3厘どうでしょうか。やっぱ3割打たないと首位打者取れないでしょ多分、はいはい、2割台の首位打者ってないよ、なかなか。多分だから3割上げてくると大丈夫、うん、それと無理してホームランを狙わない、無理してっていうかボール球でもホームランしちゃおうってするからね、うん、はい、彼は、うん、だからそこら辺をしっかりボールを見極められるようになったら可能性は十分、うん、その山川選手のバッターとしての性格的には打率も取れそうな感じなんですか。それとも、いや、性格的には取れないよね。ああ、ホームラン率は。ああ、そっかそっか。ああ、もうとにかく振るのが好きだから、うん、まあ、そうですよね。ああ、それが彼の魅力だし、はい、それはね、ここはね、フォアボール狙いでこの小さくなって絶対に嫌ないがドスコイじゃなくなっちゃうから。そうですよね、ドスコイじゃない。尊虚座ってこうやってもうお金取るみたいな なっちゃいますもんね。そうそうそう、豪快さがなくなっちゃいますよね。いや、だから、うん、そうだな、そのリズムに乗って勢いが出てきて、うん、その勢いのまま取るっていうね。あ、もし取ることはある、はい、村上は計算して取れるような感じがする。タイプが違うんですね。タイプが違う、それぞれ。だから村上は勢いを乗ったらもうそのままほっとけば勢いに乗っていくけども、うん、はい、悪い時にこの状態だったらどうすればいいかっていうのを村上はよく知ってるバッターだと思うよ。なるほど。ここはなかなかホームラン打てないから、ここはヒット狙いで打点だけ稼いでおけとか、うん、まあ、実際にあるからね、そういう打席が。ああ、彼を見てると、はい、だからすごく頭もいいしね。そうですね、村上選手。そうそうそう、この2人がじゃあ三冠打率意識し始めるっていうのはもうこれ何月ぐらいが勝負になってきますか。ああ、これはね、何月っていうのは言えないけど、はい、どの位置にいるかだよね。9月ぐらいに、うんうん、9月、そうだな、オールスター明けからはもうそんなに
上がったりとかしないからね。あ、やっぱその体力的だったりとか。いやな、違う、もう打数も多くなってきてるしさ、はい、そしたらもうなんていうの、ビビたるもんだよ。あ、何人上がったとかもうそういうことになっちゃうから、はい、だからオールスターまでが大事だよ。どの位置にいるかっていうことが、打率、まさに今ですよね。あ、今が大事だから、ホームランとか打点とかは、うん、これはもうセットで考えてていいから、はい、ホームランが出たら打点も増えるし、うんね、そういうことを考えておけば多分大丈夫だと思うから、うん、この2冠は2人とも普通にやっとけば、はいはい、であとはやっぱり率をオールスターまでにどのぐらいの位置に、うん、順位じゃないよ、うん、3割2分ぐらいに置きたいよね、オールスター前までに。ああ、で山川は最低でも3割に上げておきたいよね。そうですね。ああ、これもしかするとセパ2人三冠王って多分史上初で、あるある、落合さんとブーマが多分、ブーマーとバースか、外国人だったと思うけど、なんかあるよ。あるんですね。ああ、じゃあセパで出たっていうのは、ね、ならないんですね、うん、いやただ本当松中選手でも日本人で出たっていうのはないからね。あ、同時にセパは、そうですね、まあそういった記録もかかってきますし、本当久しぶりの三冠王ってことにもなりますしね。そうだな、はい、でもいい環境で多分できるよ。村上もその一打が勝利に貢献できるとか、うん、まあ1位にいるしね、うん、で西武は追い上げてるしさ、気持ちの張りを持ちながらゲームに臨めてるから、うん、はい、あ、チャンスはあるね。多いな、大いにある、楽しみにしたいです、はい、楽しみです。